今日の方が盛り上がりそうだね。もうちょっとしかないから冷やすよ。うん、サンダルでいいかな。やばい、めっちゃ天気いいぞ。うわ最高。最近家具とかさ、粗大ゴミ系外に出てるのなんなん。明日がねハロウィンなので、結構うちの近くの家、近所の家装飾してるよ ね。日本よりも明らかにハロウィンを盛大にやってる気がする、ね、こんにちは。そうです、おはようございます。皆さん元気ですか、うん、俺は元気ですけど、昨日夜俺一人で唐揚げ作って食べたんですけど、朝ごはんにその残りの唐揚げを食べたらちょっと胃もたれ気味です。あ、そうちゃんも、はい、あら、ありがとうございます。元気です。でも近所にね、歩いて行ける距離にスーパーとかね、店ってほとんどないんだけど、唯一ギリ歩いて行ける距離にカフェとかベーカリーとかがあるんで、今日はちょっとその辺に来てます。どうしようかな。Can I get the OZ? Any idea, juice? And I'd like the iced latte. My last latte? Yeah. That's all. And there? Yeah. Yeah. Hey guys, have the juice. There you go. Thank you. え、めちゃめちゃいいじゃん。ジオンジーだよ。ね。これ俺のでしょ。そう。なっちゃんそれ何？ね、アイスラテ。めっちゃ取り合ってる。それは、なんかやだな。めちゃくちゃうまい。マジ？入ってるもんね。超うん。うん、まあ、なんだ。これうまいよね。やばい、日曜日なんでめっちゃにぎわってきた。これマジでうまいんだけど。やばいよね。鬼リピですね。いくらだった？5ドル6ドルぐらいか。なんかね、俺動画でめっちゃ言いたいことがあったんですけど、あくまで個人的な意見だから否定まではしないけど、海外にいる人とか、まあ、海外から何かを発信しているクリエイターとか、まあどちらかというと海外志向と言われる人たちって、まあ、日本のカルチャーとか日本の国民性、まあ、その日本っていうものを、日本人はこうとか日本社会はこうだとか、海外だとこうだよとか、なんかそういう人たちって、なんか俺は割と多い印象、こう目立ってるような印象が俺の中であって、海外来てみて、まあまだたかだか2ヶ月しか経ってないけど、オーストラリア来てみて逆にそれが薄れたっていうか、日本の文化、日本の生活しか知らないからこそ、うわーなんかこういうとこやだなって、日本の悪いところとか不満とかがこう出てきて、それが目立ちがちで、まあその海外に来た動機としてはなんかそういうとこもあった。なんか海外に来てみて日本の凄さに気づいたっていうか、なんか逆に日本はこうだよねみたいなネガティブなとこよりも、すごい日本のポジティブなところがめっちゃ見えたのね。話すとキリないんだけど、まあ、食べ物が美味しいとかさ、飲食店とか行ってどの席もめっちゃ汚いみたいな時あんのね。まあでもそれがある程度普通だから、王子の人たちはそれで使ってるんだろうけど、日本とかってさ、絶対誰かしらのスタッフが席をこう見渡して、汚かったら綺麗に拭いてすぐに食器とか下げてとかっていう、そういう心配りがさすごいできてるじゃん。オーストラリアに来ての2ヶ月間ってすごい壮絶で、どちらかというと困難に強いられる場面が多かったから、来てよかったなと思うし、すごい好きな国ではある、間違いなく。ただなんかそういう困難に強いられてたからこそ、すごいネガティブなこう部分もめっちゃ見えるから、日本の凄さが分かんのね。あ、本当だ。いいじゃん、牛乳買えんじゃん。お菓子いっぱいあるね。ほんだね、オレンジジュースとかもあるし、アジアン系の食材、米とかもあるよ。え、いいじゃん。最悪ね、マジ買えるね。いいじゃん、まさか近くにコンビニがあるとは。寿司酢もちゃんとあるし、わさび、醤油もあるよ、キッコーマンの。じゃあ帰るか。散歩して帰ろう、うん、まさかあのさっきのカフェの並びにコンビニがあるとは思わなくて。なっちゃんは知ってたらしいけど、うん、俺は今日知りました。一応コンビニっていうだけあってさ、うん、マジで一通りいろんなもんあった、うん、いやーここ最高、うん、動画に映すの初めてかも。ここ、うん、ここマジで最高なんだよね。この家の近くの展望台、一応公園、みんな見てくれよ。この間
インスタに載っけた写真もここで撮りました。やばいよね、この景色。やばくない？これこの景色でドローンが使えるっていうね、最高です。ということで帰ってきました。あんな感じでね、歩いて行けるところっていうのは本当にあの並びのカフェとかランドリーとかちょっとしたコンビニとかベーカリーとかあれぐらいしかないんだけど、逆に何もないからマジでこの俺らの住んでるキャッスルコブっていう街は本当に治安も良くて静か で自然もあって景色も良くてっていう、もう俺らはもうすでにだいぶ気に入ってる、ここに住めてよかったなっていう街ですね。なんかさっきカフェで話した通り、まあオーストラリアではまあ俺らは結構困難に強いられることが多いんだけど、まあ何が言いたいかっていうと、結局この日本にいてもオーストラリアにいてももちろん一長一短それぞれにあって、幸せとかどれだけ楽しめるかって自分ら次第だなっていう、まあもうすぐ2ヶ月経つんだけど、やっとこうオーストラリアの生活とか、まあそれこそ文化とか国民性そしてルールとか、まあ、そういうのに慣れてきて、あまりストレスも感じなくなってきて、それを楽しめるようになってきたし、自分次第でどこにいても幸せになれるし楽しめるなっていうのをなんか改めて思いますね。オーストラリアとか日本だけじゃなくて、いろんな国に住みたいし、そういういろんな国、どんな国に住んでも幸せで楽しくいられるような2人になりたいなってすごい思います。まあ、あっという間に31本目だよこの動画で、早いね。まあ、このオーストラリアいるうち、まあ、正味あと10ヶ月ぐらいで70本は出したいですね。1年間で100本は出したいなと思ってたんで、はい、そんな感じで動画切ろうと思います。インスタグラム、ツイッター、SNS やってますんでね、フォローお願いします。リプライとかリアクションもね、ぜひたくさんください。そしてこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、高評価、グッドボタンと高評価は一緒です。グッドボタン、チャンネル登録ぜひねよろしくお願いします。そんな感じで最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも素敵な一日を過ごしてください。じゃあねー。